はいどうも、オクポンでございます。またね、いいニュースかな、あが出てます。ロシア中央銀行が5月30日に暗号取引の世界的規模が非常に小さいため、現在暗号資産が世界金融安定を犯さないと報告をしたというところでございます。非常にいいニュースですよね、これ。 規模が小さいから、まだ縛りをしなくてもいいんじゃないのっていう、ねうまあ言葉は違えど、そういった捉え方もできるんじゃないかなというところでもあります。ねねでですね次がですねイーサリアムが17年に発行したトークン数は700種類以上。 すごくないですかイーサリアム建てで、えーま、上場 ICO だって言って、まま、トークン数なので上場したかどうかっていうのはまた別の話だと思うんですよね。で、それがあ、ま、700種類以上あ、あれみたいの、g a c コインみたいのもあるからね、スピンドルみたいに一回発行してで、上場をね、しないものを。ただ トークンとしては発行されてたわけですよね。まあ最近上場しましたけどね。うん。っていうのもあるので、えー、ああいうのがあるのでね、本当に上場してるのがそれだけあるかって言ったら違うんですよね。っていう話ですね。で、まあこれだけのものが発行されたっていうところで、えー、まあ、途中から読んでいこうかな。これ、ニューヨークの拠点、イーサリアムソフトウェア企業、コンセンサスのエグゼクティブディレクターである、 バネッサグルレ氏によれば同イベントで貧困に苦しむホロコーストの多くの生存者を救うなど主要な課題に対処する潜在能力があるとブロックチェーンに対して評価していますブロックチェーンは人が関われるであろう思う限界以上に可能性を引き出すため、えー、橋渡しな あ役目を可能にすることから今まで動機が正当化してもなかなか実現に至らない部分に対して実現に結びつけることができます。ブロックチェーン技術は世界中に積極的に導入されており最近ではダイヤモンドの発掘から卸売りまで手掛けるデビアスグループと米国のノーフォー サザンン鉄道がブロックチェーンを採用してます一方ロシアにおいてはロシア中央銀行あこ,れにこれはあっと、まあ、今1、うん、本前にね1本前というか今出した、ね、情報のことを言っててそれを踏まえて中国では中国情報研究員である CAI 28日に報告書を公開し論止され現在まで残っているブロックチェーンプロジェクトは全体8%に言い過ぎずプロジェクトの平均寿命は15ヶ月と述べまだまだ未熟な分野であることを指摘してます。 さまざまなケースが出てくることで、イーサリアムにとってさらなる技術改革がつながるため、将来的には見極めて高水準の暗号通貨としての役目を果たしていくことでしょう。イーサリアムはさまざまな分野で活用されていくことも考えられ、今後もトークン数は伸び続けると予測されますという、これも明るいですよね。っていうところで出てます。これは えー、記事的には昨日かな、あの記事になりますよね。えー、で、まあ本当、こういうね、まあ何々がいいとかっていう話は本当しつこいようですけども、私あんまり最近はね、エイダがいいとかね、えー、リードがいいとかね、えー、いう話や、プマが発行された、発行されたとかね、そういうのは話しても、何々がいいっていうのはなかなかあ、まあ、言ってないんですよね、うんうん、まあ、相場がね。 結局、まあ、予想できないこととあとはやっぱり各ううう人々のコイン愛が何の通貨に来てるのかっていうのはこれはねリップルをはじめ、えーまあ、エイダもすべてに対して言えることからあ私がね動いた行動としては言うんだけども例えば本日であればあエンドールっていうのを ICO でね少し買ったんですよ。 過去にね半年,ぐらい前ですかね年末年始あたりまあ1月か1月あたりかな1月か2月か枝の価格がそんなにね下がってない今下がってたんだけどもそんなに今ほどね下がってない時まあ1ドルぐらいあった時に買ったんですよねえでそういうトークンがどうやら届いたってことでまあ本日ねえまあ個別というかまああのまあ もうね、LINE グループから案内が来て、えー、やったみたいなね、そういう気持ちはあるんですけども、あのー、まあ、こういったようにですね、私がそのかじろうとした ICO っていうのは、うん、あったりとかね、えー、これはもう個人個人皆様あると思うんですよ、うん、については、何を言っても多分、始まらないと思うし、そんな無責任なね、えー、話もなかなかできない、まあ、ポジションを持ってるものにおいては、あやっぱり、 愛があるんでね、えー、エイダに関しては随分最初の頃ねお話をしてたんですけどもあのー、本当にそこに対して情報があまあダイダロスが遅くなったりとかいろいろそういうことがあることからあ私がその通貨に対してどうこうなかなか言えないなっていうのをずっとね配信をしていく中で私の中でこういう意思いい改革というか意思変化っていうのかな が起きてたんですよそれ,それでもやっぱり配信はね何、えー、かの形でやっぱりしてかなきゃなのでまあこれ暗号通貨っていうものがそもそもん社会に必要とされる先ほどのねイーサリアム700種類のお話同様ね、えー、社会がこの情報を暗号通貨っていうツールに追いついた時に、まあ、価格は自然と乗ってくるんじゃないかなっていうのが。 あ,あ、長期的なあ。目線なんですよ。ただ、それが暗号通貨である必要があるのか？っていうのは個人個人の、うんん視点の違いっていうのがあるんですよね。でんん、ここで注意しなきゃいけないのがあなんだろうな。今うんん line でそのまんま。あ 割りり勘ができたりとか要するに JPY の軸でね、えー、何かのツールをかませてでそれでそのまま決済をできるクレジットからあーとかもそうですし何かのツールをかませてね日本円が決済されるっていう手段はあるんですけども。 うーまあ、大事なのはどこかっていうと視点が広がってですねここは日本っていう単国で言うならばおそらく JPY で見てても問題ないですよ日本,で日本円で見てても問題ない、ねえー、ATM も上がる緑の看板も黄色い看板もある、ね、カードローンもできる おそ、うん、らくその前借りシステムみたいのもあるからあ、まあ、金利は高い店よねいっぱいあるわけで,で日本においてはそういうこともできるしヤンゴー通貨は必要じゃない、ね、ATM も近いっていうところなんですけども本当にこの私もこれやってないんだけども海外に出て見てる方からすると本当アフリカとかね えーまあ、アフリカって言っても私のイメージはもう20年前と大して変わってないんで、えーまあ、ライオンがいて食べられちゃうんじゃないのかとかね、えー、言ってないからあそんなイメージなんですけどもでそういうところでね、えーまあ、ATM があるのか紙幣っていうのは本当に出せるのかお金みたいな対価をスマートに支払うシステムインフラっていうのが構築されてるのかっていうと。 ここの部分なんですよね。だここを踏んでる方にうーん関して言えばですよ、言えばあ多分この先っていうのが私よりね、えー、たくさん見えてる世界が広がってると思うんですよ。この暗号とかブロックチェーンに対する未来の位置づけっていうのはずっとこうビューって広がると思うんですね。で、私はあまあ、なんていうのかな、現在、海外うろうろしてないんですよ。 ここをやることによっておそらくそのイメージっていうのは暗号通貨が増え,る増えるであろうだから紙幣を日本にいるとおすぐ下ろせるじゃないですかすぐ借りれるじゃないですかねでその環境下でえなかなか あその暗号通貨の可能性って言ってもそこが軸じゃないですか暗号通貨が広がるってスマホで決済をすることによってお金みたいな資産価値があるものを送信したり支払ったりっていうのができるでそれが格安でそうう超スピードで高スピードでできるわけですよでそれをおがメインだと思うんですよ通貨通貨に癖があってうんまあ、自由の とことかあまあ、なんだろうなまあ、い,いろいろあるじゃないですか今出てこないんだけどもいろいろこのまあ、リップルだとかねそういうその個性があるわけですよねでその個性がどうのこうのではなくて非常に多い,う大,い大きい部分のここをどう捉えるのかに尽きると思うんですねだから私は暗号通貨に対してこれからもねここをメインで見てますんでのぶれないで おそらく配信っていうかね、えー、こういったものは続けていくんじゃないかなと思うんですよ。世界に必要とされてるのかで日本みたいにこう整ってないところではあー整ってるところでは必要ではないんだけども整ってないところではどうなのかっていうここの部分なんですよ。メインの暗号通貨があー増えるっていうか広がるシナリオ高値に行くシナリオってここしかないんですね。うん でえー、その中で今は精査されて徐々に廃止になったりとかその通貨そのものがなくなったりとかああっていうねで取引所があー閉められたりとか縛りを受けたりとか税金が今後お、まあ、今年のね12月に安くなるとでインカムインカムはないのかキャピタルか売却益インカムみたいなものはあるね。 インカムダイダロスにせよ、他のはもそうですよね。で、他も多分ああいうのはあると思うんだよね。配当みたいなものね。あれに対しての税金がかかるのが、今で言えば本当に最大55%も抜かれてしまうと。それは大変だぞと。で、えー、おそらく12月には日本の取引上限定で20%になるんじゃないかなっていうのがあ、勝手な私の推測です。うん。で、政府は多分突然言ってくると思うんですよ、ああいうのは。 12月になってからね。でも、ただ、内々ではあ,ある程度ね、そういったものっていうのは、目論見みっていうのは見えてて、決まってて、それを発表するのはおそらくその辺なんじゃないかなと思うんですよね。うーんと、あとは、なんでしょうね、そのん、まあまあ、その辺じゃないかなと思うんですよね。まあ、選挙がどうのこうのとかっていう話も出てますし、それがど,うなどのタイミングでどうなのかっていうのは分かんないんだけども、まあ、やれば。 12月で、うん、国内で、えー、の縛りっていうところなんじゃないかなと、まあ、流動性ですよね、えー、要するにその預貯金のところ部分、高年齢層の高,高支配力っていうのを分散させるために、おそらくそういう縛りの解放っていうのをしていくんじゃないかなっていう、そこが目的だと思うんですよ、政府がやるんであればね。うん 別に、暗号通貨というものはどもの功能ていうよりは、どっちかというと、高年齢層の高支配力です。まあ、お金の支配力ね。これの分散です。暗号通貨にすることによって、若者が今入っているポジションによってね、これがバーンって買いが集まるわけだから増えるわけじゃないですかね。価格が上がりますよね。上がれば、これは若者に対して、えー、合法的に資産の移転ができるわけですよ。 で高年齢層がそこで入った場合はですねなかなか動きを取ろうとしないと思うんですよ。一回入ったものに対してパン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 その若い時の相場とん年長者の相場,相場って動きって違うじゃないですかね、えー。社会を見ていただくと分かるんですけども年長者の動きって淡々としてるんですよ。 で淡々としても、まあ物によってはね、両手を使ってみたりとか、ムラがないから速度が速いんだけども、お物によってはね、えーまあ全体のお、全体の動きでは速いと思うんですよ、高年齢層の方はね、一つのことに従事してる、まあ、職,人にもので職人技みたいなね、ああいうのは、実は高年齢層の方が あまあ、熟知してる方はですよ一つのことに打ち込んでやられてる方はおそらく高年齢層の方が早いんです段取りはいいしムラがないからだから早いうん。実際は遅い実際見た感じで遅いように見えても早かったりとかねで,でそういうことなんですよねその動きっていうのはあああこっちゃ、ね、こうなっちゃったあーなっちゃったっていうのは若い時ってよくあるじゃないですか あの社会に入って何言ってんだよこの人この先輩何言ってんだよ俺のこと全然分かってくれないよみたいなそういうのっていうのは若い時っていうのは非常に多くあるそれはあの会社においてもそうだし社会に対してもそうだと思います車乗ってても お何が起きてるのか分かんないですよねまずねまず車乗って最初に乗って思うことはねみんな守ってないなって法定速度をねまあまあ30キロのとこも40キロだ50キロだって普通に走ってる方もあるで何なんだとまず教習所で教わったことは社会ではなされてないことに戸惑いをね戸惑いを持ったりとかああなんだよ あなな若葉マークつけてても全然優しくねえじゃねえかよみたいなねそういうのが起きたりとかあるわけじゃないですかねでそういったことがで程度こう知ってしまうとというか社会っていうものを枠組みを知ってしまうとおこの場所ではこういう方法があるっていうねなんかそのなんていうのかな法律は法律であるんだけども なんかおかしなことってあるんですよね？それに対してのその許容できる範囲ってのは増えていくんですよね。これ不思議とよくわかんないですよ。それが何なのかっていうのをよくわかんないんだけども、物の理屈が分かったりとか経験っていう。この二言で締めちゃえば終わってしまうんですけども。あのー、そういうことで、その若い方の動きっていうのは動った上がったよと。 ね、上がったよっていうところでそれで利益を確定することも私は可能かなと思ってるんですよね。うん、なのでその高年齢層の高支配力っていうのが合法的に若い方に分配されるっていうのが分かんないですよ。 私の頭の中で勝手にね、解釈をして、えー、12月に20%になるっていうのも、国内の取引所とかね、勝手な縛りをして、えー、妄想で話してますけども、そういうことは、多分政府もやってくるんじゃないかなんですよね。あめとムチじゃないですけどあ、介護保険料は年齢上がると、年金の支払いも年齢上がると、縛りだけではこれ大変ですよ、若者。ね、暴動が起きますよ、本当に。 多分あのー、日本人はおとなしいとはいえ、さすがなんかあるでしょう。だって、過去にはそういうのあったんだからね、学生運動とかね、えー、火炎瓶とかね、ああいうものも投げ込まれたとかね、なんかそういうのもあったんですよね、過去に。今の6、60代になるのかな、70代、60代、まあ、そのぐらいの世代ですよね、えー、学生運動とか。 でああいうのが過去にあって、もう2世代ぐらい入れ替わる、ものによっては入れ替わってるし、少なくとも1世代は入れ替わってるわけで、で学生、精神年齢はおそらく下がってる。うんうんうん、そうそうそう。昔と比べたら、精神年齢って下がってると思うんですよ。 昔2世代だから60代の二十歳ぐらいの感覚の方が感覚が今の30代、まあ、寿命は伸びてますしあとは大学行く比率も高くなってますから成人年齢っていうのは あまあ、比率って 60%70% ですよね大学の進学率が。でそういうのも考えると社会に出てる出るのがもう14歳15歳からもう社会に出てる方が多くいらっしゃった60代から今はほとんどの方が大学に、まあ、5割以上は大学に行く今のね10代の世代によって精神年齢って明らかに差が何ていうの分かりますこのギャップ うん寿命が伸びるのとあと学校に行く年数が多くなってるのとをひっくるめて言うとおそらく10年ぐらいはね差があるんじゃないかなと下手すりゃ20年あるんじゃないかなと思うんですよ。今のの代代代代からの10代20代を見た場合にに精神的に なんだ子供みたいだなっていう見方をされる方も多分いらっしゃるんじゃないかなと思うんですよ。それはおそらくそういう要因でしょうね。寿,寿命が、私の推測ですよ、あくまでもね。寿命が長くなれば、あ精神年齢も、何て言うのかなあ、そこに昔っていうところで軸,軸で見た場合に、精神年齢の取り方も、昔と比べたら、 だいいいぶ変わっっててくるななうところですねでごめんなさいそこを脱線なんですけどもあの若い時の行動っていうのはシュ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 動きたがるっていうのはあ見て取れますでムラが多いっていうのも見て取れますうーなんですけどもそのシュ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 動くっていうそのレスポンスっていうものを見た場合に高年齢層がここで入ってくればこれ合法的で、えー、国はこんなこと言わないでしょうけどもし やるんであれば20%にするよっていうことで今度銀行が動き始めるんであれば国は表には出さない情報を銀行とかで裏打ちをしてそういう話をきっとしてるんじゃないかなと。 もう世代は交代するときじゃないかと。で、その中で何を私たち国として銀行としてやっていかなきゃいけないのか若い世代にお金を残さないいじゃなな残さなきゃいけないんじゃないかなと日本もさすがに不安だとそういう人たちも一部は出てくると思うんですよね。そこにまあ,あなんだろうな、金券政治でもってな,んかあな,な何か何 天下り先の期間ができたりはするとは思うんですけどもおそういうのもひっくるめておそらくやってくるんじゃないかなと思って私の勝手な見解よ勝手な見解うーなので、まあ、そういう資金が入ってきた時とかねで未来があこの情報っていうね、えー、ブロックチェーン暗号通貨っていう,うこの価値について追いついた時に価値が上がるもんだと思,った思うんですよ。うん、で 長いんですけども、まあ、この辺で切りますけども本日、エンドールが、ね、届いたよっていうところで、えー、まあツイッターに届いたっていうかワクワクっていう感じでコメントをしたんですけどもおそれに対して、ねまあ、エンドール、熱いですかっていう話なんですけども、まあ、私は分からないよとでなんで分からないのかっていうとそういうことなんですよ、内容はね。で私はトレード下手だしあんまり動いいてもねっていう、まあ 買っても売らずにね、待って、でその情報が追いついたとき、私の未来系ですよ、あくまでも私の未来系で、情報が世の中がその情報に対して消化しきれたときに、必ず暗号通貨ってのは上がるっていうのを、おまあ、これはあ本当に最初からですね、ここの部分は変わってないんですよ。ただ その中でね、今こうやってお話をしてますけども、不安な時期もありましたよ、そのエイダもね、えうわって上がったりとか下がって、で、今はもう株にじ私の力というか、 あ労力はあ向けてますんで,でこういうのも淡々として割と見てられるんですよ。精神的には非常にね、精神衛生上よくて、えーまあ、なんていうのかな、あ日々楽しませていただいてるんですけども、いろんな面でね、えー、株に対しても暗号,暗号通貨は今、淡々として離れて見てます、ずいぶん。 目線としてはぶん離れて見てるので、えー、そういう目線から言うとあれな不安な時期はもう過ぎたんですけどもでまあまあ私が本当に待ってるのはそこの部分ね世間がうん暗号通貨の価値を必要としててでそれに対して相場が追いついた時ですね情報に対して相場が追いついた時に嫌でも価格っていうのは上がってくるんじゃないかなっていうのは これは本当に中長期的に見て私が見てる部分です。うん、だから過去にそういったものでね、ね ICO、まあ、今からの ICO は多分入らないんじゃないかなと思うんですよ。理由としては、うーんまあ、あんまり気分いい理由じゃないのでここを避けますけども、おまあとからね ICO で乗っかってから、乗っかって 来られれた方に対してこははね気分いいいい話ではななんじゃない、まあ、どっかのタイミングでお話はするにせよ今回は控えますけどもあのーまあ、まあその IC o を買って持っておくともうそこに尽きるんです今の私のポジションはもう本当それで忘れたくらいにしといてあとはもう日々のね、えー、健康管理とで相場株日本の未来も気になるし。 だったらもう日本の未来が気になるんだったら、せっかくだったら株を自分でね、ポジションを取った方が面白いじゃないですかね。数字追っかけられるし、で、ダイレクトに入るしっていうところでの私のポジションなんで、で、これエ、エンドルがもちろん配布されてもすぐ売らないと思います。ビューッと上がって、上がっても売らないと思う。うん。ちょこっとね、様子を見るっていうのは、あまあ私のスタンスにしようと思ってるんじゃなくて、私のスタンスになっちゃってるんで、うん。 だちょこちょこ動いても、んその、うん、まあ、わ分かんないですよ、うん。ちょこちょこ動いた方がいいと、まあ、さすがにね、さすがに言いますよ。あのー、1円の価格のものが100円になったんであれば売りますよ。うん100。100万円になったんであればもう売ります。うん。ね。えー、まあ、枝の件がありますから、それは私も前にね、お話をしたとは思うんですけども、1円のものが100円になれば売る。うん、売ります。 うん、なんですけどもそういったことがない限りね、えー、おそらくうまあまあるからねなんだかんだこうやってお話ししててもねちょこちょこね重いっていうのはあ変化はあるにせよ今のポジションとしては実際やってることはそんな感じですよね、えー、プーマにせよエイダにせようんとあとはリードリードは ICO でか,かじってないからあれなんだよなあーまあ あー、プーマ、あー、プーマってまだ売れないかな売れないね。えー、まあなんだろうな。ICO ってプーマがね、最初なんですよね、私実は。トークンで配布されたのが、プーマが最初で、あれ、上場もまだしてないと思う。上場したかなしたって話したかなまあまあいいや。あのー、そんな感じなんでですね。えー、まず、 そこの大きな枠っていうのはあここは捉えてほしいんですよ。日本の ATM っていう部分で見た場合に私たちは不自由しない。なんだけども世界基準で見たらどうなのって不自由すんじゃないのってスマホ1個でやればあ誰でもおその価値、資産価値みたいなものの移動ができんじゃないのって商売できんじゃないのっていうところが軸になります。こあくまでもここです、軸は。で、これがあ世の中。あ な相場が追いついてきたときに価格は嫌でも、まあ、もちろん精査,はされるで、うん、精査はされるでしょうけどもその通貨あーだけではなくて全体が、ね、暗号通貨の全体があまた、ねえー、上がってくるんじゃないかなとで上がっては下がって上がっては下がってを繰り返しながらあー資金がどん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 入ってくるんじゃないのかと思います。 ね、クラウド上に投げたほうが全て投げたほうが楽です。これは本当に私たちが今証明してますよね、多分。うん、電話で、えー、やり取りをするより、LINE でコメントを残してあげてメッセージを送ってあげれば、全てそこで消化できるわけです。24時間、あるいは48時間、72時間の都合のいいときにその方が見て、返信をするわけです。で、そういう状況っていうのが、 Twitter、Facebook、LINE、ラインいいまあ、他の SNS、まあ、YouTube もそう。おで、すべてに対して言えることなんじゃないですか、ね。自分がいい時に返信ができるっていうのは、これ私たちが今証明してますよね。で、今電話しないですよね。うん。自分が都合のいい時に、いい都合のいい,い,い,いい判断を下して、えー、返信をしてますよね、きっとね。うん、で これはおそらくまあ私たちが今やってるで支払いも別に今縛りがなくていいわけですよね土日、祝日銀行であれば閉まってんだけども別に縛りなくていいよねだって,だって俺たちやり取りしてるの今なんだからってで俺たちがやり取りしてるのなんで他のねえ銀行だとか金融機関に関わってもらわなきゃいけないのってえそんなの関係ねえじゃねえかと。 そういう時代、まあ、個人の時代っていうところもひっくるめてみると、そこが相場が追いついてくるとこ、価格が追いついてくるとこ、情報に。で、その時に暗号通貨っていうものが上がってくるんじゃないかなっていうのは、私の見解であってですね、えー、まあ本当にいいそんな感じなんですよ。そこはあーず,ずれてほしくないというか、暗号通貨入るんであれば、そこの部分を汲み取っていただきたいです。でそののぐらいの視点で見れば 暗号通貨もしかしたら消えてなくなっちゃうかもわかんないただ私の頭の中では消えてなくなることはないんですねうん一回開けたパンドラの箱を閉じてねえー、その おなんていうのかな箱の中に入ってた何か生き物がねえ動きを止めることがあできるのかって言ったらおそらく開いたこのパンドラの箱はあー開いたまんまもう閉じることはきっとできないと思いますうんできないと思うので,でそれを見た場合にんじゃあ私たちはそれが暗号通貨がどういうふうに世間にもたらしてくれるのっていう部分だけを見るとじゃあどうなんですかというところで見ると を持ってられるんじゃなないかなと思うんですよ、うん、ただ本当情報が相場に追いついてきた時に価格ってのは上がってくると思います。もうこれだけ。うん、でその中でうよう、うよう曲折はあると思いますよ。うん、あれもうあの,あの人嫌だとかあの <laughs> ねあの通貨嫌だとかいや俺また損切りできなかったよとかねそういうのはあると思うんだけども。 あのそ,その損切りっていうかねまあいろいろあるでしょうあそこの i c o やったらあれ、ね、詐欺だとかね多分なんかいろいろあるんですよごじゃごじゃ思いっていうのは人の思いっていうのはいろいろあるんだけどもあのそのそういうのはあってもねその相場と情報がこれがパチッと来た時に価格ってのは上がってきますよきっとうんそこが私も見てる私が見てるとこね 私が見てるとこだから、それがみんながどう思うかっていうのはまた別ですよ。行動を取るっていうのもも,もう別。うん、本当に。ね、えー。だから、まあそこは好きなようにやられたらいいんじゃないかなと思う。おただね、暗号塚のこの未知なる可能性っていうものに対して光をね、感じていただいて、えー、この相場に入ったんであればあ、少し見届けてもいいんじゃないかなと思いますよね。えー、勝手な見解です。勝手な見解でした。はい。 そんなわけでですね、本当、暗号通貨というもう個別でどうのこうのっていうのも、もちろん大事なんですけども、淡々と見ていくっていうのも、が、私の、まあな、なんていうのかな、見解であって、行動であってね、今のスタンスなのかなと。ただ、1円のものが100円だったらまた別よ、200円だったら別よ。うん、私はお金ないからね、えー、JPY ないので、それはしっかりね、えー、理覚をさせていただいて、 で、またね、次の私の人生のポジションを組みたいなと思うので、えー、そんな感じでね、お金は使ってきますよも。もちろんそうなればね、1円のものが200円になれば、100円になれば、あまた話は変わってくるんであの、その辺はその辺でね、またね、えー、変わってくるんですよ。うん、っていうところで、ダラダラし,しまいますけども、この辺でね、えー、お開けにしますんでね、えー、それではね、素敵なコインライフと、まあ、梅雨、 いろいろ入ってきてますよね、九州、中部、で、次は東海ですかね、で、次は関東と、で、東北もあるのかな、梅雨、で北海道も今はないけども、なんか天候が違ってきてるって言いますよね、それが温暖化なのかなんなのか、気候変動なのかよく分かんないんですけどもあの、そうやって変わってくるんですよ、相場も同様ね、うんなので、まあ、そんな感じでね、私たちはやっていくしかないです、せっかく生きてんですからね。 えー、生きてるんだればなんかね可能性があるものを種まきをしながらやった方が面白いですよねきっとうんそんな感じでございましたんで、えー、これでお開きにしますそれではね素敵なコインライフそしてバイバイ